清峰から、これがツーベースヒットになります。バッターは6番佐藤和弘、近鉄先発高柳の低めのストレートでした。佐藤の2号ツーランホームランでオリックス2対0と先制します。近鉄は6回2本のヒットでワンアウト2塁1塁。オリックスの先発は6連敗でまだ勝ち星のないルーキー長谷川、3番トレーバー。打った瞬間に入ったという打球はバックスクリーンの左隅へ。トレーバーの10号スリーランホームランで近鉄が3対2と逆転しました。